なんか動画すごいね、いいよね動画がねすごい、あすごい、これはいい。でみかん餅と焼き印のついたみかん、あとつみれですね。つみれも最後にメレンゲまで、しかし先にみかん食べようかな。ちょ、みかんどうやって食べるの？こうやってこうやって食べるんですか？そうそう、熱いよ、本当に熱いよ、気をつけて。怖い今の振りですよ、食べてってこと。嘘、じゃあちょっと出川さん並みのリアクションを。みかん熱いんですって。いただきます。あ、これどう？あ、ん？ん？ん？無農薬の、みかん鍋用のみかんだそうです。おいしい、これ。そう、どういうことこれ。皮食べてるみたいな。どういうことこのゼリー。ん？あ、じゃあ本当にみかんの味がしないんですか？みかんの味する。皮の味じゃない。皮の味もする。なんだこれ、食べやすい。うん、美味しい、美味しい、美味しいですよ。あ、これはあの食べてもらわないと、本当これ食リポできないぐらいの、これは本当食リポが、こうね、なんていうかね、甘すぎず酸っぱくはなくて、うん、こう柑橘系の、なんだこれ、うん、でもすごい柔らかいんですね。みかんの皮はすごい柔らかいよ。へー、皮がなんかすごい薄いっていう感じで、うん、なんか熱いなんだけど、うんうん、美味しい。へー、美味しい、美味しいです。うん、食べてみて。メレンゲ、どんな味なんだ。はい、でメレンゲ最後に出汁と雑炊とメレンゲが入っていて、みかん、みかんのソースが入ってます。違う、卵ですね。卵です。卵の黄身がかかってます。すいません、食べてばかりで。ん？あ、ほんとまろやか、まろやかで、なんかこうふわっとして美味しい。美味しそう。美味しい。幸せになりますねこれは。誰が考えたんですかね、このメレンゲを。